じゃあ、ラップします。あ、ここ大丈夫かな。ちょっとですね、ラップをしておかないと乾燥してきますとね、ヘラがボソボソと乾燥してくると、そこの部分が色が染まらなくなりますので、乾燥をどうしても避けないと、避けるためにこうやってラップします。これはもう毎度のことですよね。で、特に瓶のとこなんかどうしてもこういうふうにちょっと隠しとかないと、この瓶のとこがよく染まらないって皆さんおっしゃいますけども、ちょっとこうどうしても乾燥してこう乾燥しないようにこうしておきます。それで乾燥から守られます。これでおよそ今回はこの状態で2時間、でその後にインディゴの後染め、インディゴの後染めは今回は短い時間にしたいと思います。5分か10分、それでインディゴでそのどこまで黒く染められるか、ダークブラウン焦げ茶色がいいと思いますけれども、それちょっとやってみたいと思います。とりあえずこのまま2時間放置します。はい、以上。これからインディゴの後染め、昨日ヘナしまして、これからインディゴの後染め、1日ちょっと空いたんですけどね、します。普通インディゴの後染めは30分ぐらいやるんですけども、今日は20分でどこまで20分のタイムでどれだけ暗くできるかなっていうのをちょっとやってみたいんですけど、インディゴをよくやられる方はこういった容器にインディゴを溶かして、でこうやってよく振ってシャカ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 と、これでこういうふうにして塗りながらお風呂場でね、お風呂場とかでこうやって塗ったりとかして、これも一つの方法です。あるいはハケでこうやって塗る方もいますけども、ハケよりもこっちの方がこうやってただし問題点はこれインディゴね、ここから垂れてくると実はちょっと心が入れ墨入ったみたいにね、人によっては染まる場合があるんですよ、こういうところとか。だからこのインディゴっていうのはその時は染まってないんですけども、時間が経つとなんか青っぽくここが出てきたりするんですよ。だから特に肌の白い方は注意しなくちゃいけないし、インディゴの性質として油には弱いんですね。ですので割と心配な方は最初ちょっとこう油をこういうところに塗っておく、垂れてきても油には弱いんで染める力が弱くなりますんで、顔とかにこう首元とかに油を塗っておいて、そうした上でちょっともうこれからちょっと垂れても大丈夫かなとこうやる、それでもインディゴは4倍、インディゴの重さの4倍だと硬くてこれ出ないんですね。だから 4.5 倍、5倍だとよく出てきます。ですので5倍ぐらいであんまり緩くしますと、もちろん緩くてもね、染まり方にはあんまり関係ないんですけど、8倍とか4倍でも関係ないんですよ。ただし柔らかいと落ちちゃう、ジャーっと美容師さんがねハケでこう綺麗にやる場合はもう技術ありますんでね、足りませんけども、自分たちが自分でインディゴする場合は、ちょっとマヨネーズ状でないとこう耐えた時にね、その時は染まってなくてもすぐに拭かないとね、人によります。これは僕なんかは落ちても全然染まらないですけども、それをちょっと今経験で集まっちゃったっていうことが経験で体験しながら最初は油を塗ったりとかして注意していただいてやります。僕は手が好きですので、やってあげる時も自分でやる時もマヨネーズ状にあんまりしゃぶしゃぶにしないで、こうやってマヨネーズ状だとこう手で持ってってこうやって塗れますでしょ。インディゴ量をたくさん入りますよ、その代わり。だけどもその方が落ちたり汚れしたりしにくいんで、どうしてもインディゴはマヨネーズ状にちょっと量は多く入りますが、自分でやる場合はコストが安いんで、少しインディゴの量が必要だってもいいかなということで、そうやってやってます。はい、じゃあ今からやってみます。容器は何でもいいんですけど、昨日これ変な練ったのがそのままありますので、これを使います。で多分紙、ちょっと紙の量見てもらえます。これだと僕は昨日ヘナ相当使ったんですけど、たっぷり使うから 50g ぐらいは使おうかと思います。50g にお湯の量が 4.5 倍、これでマヨネーズ状。
50g ちょっと入れてみますね。どんなもんかな。もう感覚、大丈夫かな。ちょっとあとインディゴの場合はね、足りなかったらすぐに追加できますので、50g で、まあ 4倍だと硬いので、50g ですから、4倍だと 200g、200g で、で5倍だと 250g、225g でいってみようかな。熱湯です。ものすごい熱い。ちょっと待たないといけないですよね。溶かしてから。225g。あ、増えてきた増えてきた。これがね、今の状態、これがぴったり 200g。これだけ硬いんですよ。今までの経験だと 200g だと、200g、あ、インディゴの場合は保水性がないから、200g で4倍でいいのかな。これ勘なんですよね、いつもね。ほんとこんな測らないんですよ。いつもこうやって解きながら、これぐらいでいいかなとかって。いや、4倍でいいんだね。落としたくない、下が、落としたくないんで、インディゴの場合は、あんまり保水性がないんで、あんまりたくさん加えちゃうと、4倍だ。インディゴだけの場合は、僕が塗る場合には4倍ぐらいがいいね。で、これはちょっとまだマヨネージ状になってますんでね。でもこれぐらいでも、チューブに入れた方がいいのかななんて思いながら、今ね、考えて、いろいろどうしようかなって考えながら、毎回試行錯誤で、これで手でやる。あ、ちょっとこれ、緩いなぁ。4倍以上多いのかな。こんなこと考えながら、ね、やってますけどね。ちょっとこれ熱いので、もうちょっと、時間を置かないと塗れないです。手がとても、熱いんで。ちょっとこれで、一回ちょっと、10分ほど待ちます。はい。僕のインディングのやり方っていうのは、こう、マヨネーズ状で、やっぱこうやりますよね。こういうふうに。ちょっと今見たらね、これ下が、よろしいかな。これちょっと、4枚の熱湯で溶いて、インディゴだけの場合はちょっと心配なの。僕だったらこれでやりますけどね。人にやってあげる場合にこれ耐えちゃうんじゃないかなと心配になってね。やっぱ3倍ぐらいかもなーなんて、もうちょっとインディゴを足して3倍にしてみようと思うんです。僕がやる場合はね、多少垂れても問題ないけども、もしなんか垂らしちゃって、汚れちゃって、ね、ここに垂れてきて、首のあたりに垂れてきて、入れ墨になっちゃったなんて言われて嫌だから、3倍ですね、なんか。あとだから、もうちょっとこれ追加して、だいたい3倍になるようにして、ちょっと練り直してみますけど、多分ね、こんな風にインディゴをたくさん使う、まあ、大量に使う人は、まあ、僕ぐらいじゃないかなと思う。皆さんほとんどは、ハケで、薄めのインディゴをハケで、シャブシャブシャブと塗ってると思うんですよ。その方が一番コストがいいですよ。で、今度はハケで塗る方法も皆さんにお見せしますけども、今日はいつも僕がやってるこのマヨネーズ状のインディゴを、もう材料たっぷりに使いながら、ちょっとこれこれかな、塗るっていう方法、3倍でも濃いから 3.5 倍かな。いつも感覚、ちょっと感覚で言ってみますね。いつもの感覚、測りで測るとわかんないから。もうこれで塗って、3.5 倍かな。これだともう絶対安心だ。ちょっとこれだと浸透しにくいんで。まあ3.5 倍の絵だと思うけども、僕はいつも感覚でちょっと今日はやってみます。こうやってやりながら、これぐらいだと絶対もう落ちないから、大丈夫。しかしこれは材料がものすごくいる方法ですよ。材料がいるけども、まあ、これぐらいだと絶対足りないね。ちょっとね、硬すぎるとね、毛根の方に浸透しにくいんで、この微妙なさじ加減があるんですよ。柔らかすぎると足りやすいし、これだと絶対大丈夫です。あ、これが僕の練り加減だな。もうちょっと薄くてもいいかな。3.5 倍ぐらいだ。インディゴの場合は。僕がね、練る場合。ただし、液状にものすごいしゃぶしゃぶにして、それをハケで、さっさっさって染み込ます。これも OK。ちょっと、今度これもやってみますね。じゃこれで、塗ってみようかな。まぁ、ちょっと熱い。もうちょっと待ちますね。はい。